今主金事無料、吉爪平はじめ親の発願ゆえに、平はじめ親眼鏡ともいう、自称2年の装飾業。今主金寺、一巻。東京国立博物館所蔵。画像は、見返しの部分であり、根治を背景に国際式の誇張学による十種、供養伝ともの図を描いている。日本の礼儀と習慣のスケッチより、午前で披露される誇張楽。原画は、 イギリス海兵隊の艦隊に随行して来日した JMW シルバーによるスケッチ。彩色平板印刷。画学における古蝶、古蝶とは、古蝶学、古蝶学の略語。画学の曲名であり、部学の一つ。春の日に舞い遊ぶ蝶を表した四人舞であることから、蝶の名がある。古蝶の舞、古蝶の舞とも言う。後来学、右方の舞に属するが、 国会や朝鮮半島が起源なのではなくて、高来学の様式にのっとって、日本で作られた曲。家料品の番舞として作られたため、家料品を形式や装束のベースに置いている。曲の調子は、高来一越町。作曲は、藤原忠ふ振付は、厚見新郎。同舞として作られ、原則として4名の少年が舞う。神社では、 巫女や少女が舞う場合もある。平木ぎぬしろの袴の上に、緑系統の地色に蝶を散らした、尻蝶の車の差し抜きを着て、手には山吹きの枝を持つ。足には糸靴を履き、背と胸に牛皮、または重ね張りした和紙に古墳を引いて、紅や六章で描かれた蝶の羽を胸当てとともに、つける。頭にと金した唐草模様の全天眼をつけて、 かざしかを指し、図画資料では、紙は、下の輪のみの水らに言うことが多い。化粧は、地ごと同様の白塗りの厚化粧が原則となるが、しない場合や薄化粧の場合もある。源氏物語第54条、古調などを見ると、この衣装をつけさせた同時に、宴会の際の船を焦がせることなども行われていた、らしい。ありがとうございます。